秋田 IWC 純米酒部門ヤマハイトロフィー、趣味はマラソンです。カリホ秋田選手社長伊藤陽平様です。秋田県 のカリホ酒造と申します。はい、今日は私ども の鑑評会出品酒であるこの銀泉寺という純米大吟醸と、あとちょっと約1年から2年こう蔵で低温貯蔵している熟成酒のこのカリホ大吟醸のカエと、あともう一つちょっとカジキマグロのラベルなんですけど、ちょっと夏向きに今出荷しているちょうど6月7月限定のこちらの、純米大吟醸、カジキラベルというんですけど、こちらを持ってきております。夏らしくて素敵なパッケージですね。ありがとうございます。はい、ちょうど夏にですね、こういうカジキマグロは夏が旬なんですけど、こういう魚料理とぜひ合わせて冷やして飲んでいただきたいということで出荷しているお酒になります。はい、創業当時のお酒を復活させましたというお話聞いたんですが、はい、創業当時私ども今カリホという銘柄なんですけども、人丸っていう人間の人っていう字に丸いって書いた銘柄があって、それが私ども創業して初めて 今でいう全国新酒鑑評会で賞を取ったお酒なんですね。そのブランドがしばらく途絶えてたんですけれども、それをちょっと復活させまして、はい、今年からやっています。人丸自体はですね、今からちょうど100年ぐらい前に作ってたお酒なんですね。はい、それを今は作り方はもちろん今流なんですけれども、現代流なんですけれども、新しい形で今作ってるカリホとまた違うタイプのお酒として、はい、作っています。結構手前味噌なんですけど、うちの酒粕で漬けたチーズがかなりハマってまして、作り方は簡単で、酒粕にちょっとチーズを、普通に売ってるクリームチーズあるじゃないですか、あれをスライスしてなんていうのかな、ガーゼで挟んで、上下こう酒粕で挟んでタッパーにこう入れとくだけなんですよ。冷蔵庫に入れとくとすごいいいつまみになるので、はい、大体2、3週間で食べれるようになるので、はい、でずっと漬けとけばかなりなんていうか深漬けっていうか濃い味になるし、結構美味しいですよ。多分日本酒だけじゃなくて焼酎にも合うと思うんで、はい、ぜひ試してみてください。